ジュビロ磐田の1年での J1 復帰に貢献し、年明けからベルギーのクラブに移籍する後藤圭介選手が浜松市内の母校をサプライズ訪問しました。皆さんおはようございます。ジュビロ磐田42番の後藤圭介です。今日は浜松市の菊間中学校を訪れたのはジュビロ磐田のフォワード後藤圭介選手です。今シーズンからトップチームに飛び級で昇格した現役高校生の後藤選手はジュビロを1年での J1 復帰へと導き、その活躍が認められ来月からベルギー1部のアンデルレヒトに期限付きで移籍することが決まっています。移籍を目前に控える中、母校を訪れた後藤選手は後輩たちに夢を持つことの大切さなどを伝えました。夢を持つことでより生活が充実すると思いますし、明確になって今後進む道も決めやすくなっていくのかなというふうに思ったので、生徒の皆さんに響いてくれたらなというふうに思って言いましたね。後藤選手は来月2日からチームに合流するということで、海外での飛躍が期待されます。